東徹君。日本維新の会、木本会派の東徹でございます。私からもですね、毎月勤労統計の問題について、質問をさせていただきたいと思います。まあ、本当に最近ですね、非常に国家公務員の不祥事問題、非常に多い中で、厚生労働省は、特に、多いというふうに思っております。で、今回の毎月勤労統計の問題でありますけれども、2004年、15年から、こういった問題がですね、続けられていたということであります。で、調査方法を、サンプル方式に、変えたということでありますから、この目的なんですけどもね、この特別監察委員会の報告書、この報告書を見させていただくと、都道府県、要するに東京都ですけれども、負担を減らすためというふうになっておりますけれども、これ、根本大臣に伺いたいと思うんですが、これ、東京都の負担を減らすために、やはり、こういった、全調査から抽出調査に変わったのかどうか、お聞きしたいと思います。根本厚生労働大臣。特別監察委員会報告書によりますと、平成15年7月30日に通知された事務取扱要領、これにどう書いてあるかといいますと、東京都の規模500人以上の事業所について、抽出調査とした理由が合わせて記載されております。規模500人以上事業所は東京に集中しており、全数調査にしなくても制度が確保できるためであると、これは客観的な事務取扱い量に明示されております。それから、ブロック会議っていうのを、毎月勤労統計調査ブロック別の事務打ち合わせ会議というのをやりますが、その質疑応答応答集、これ平成15年8月現在という題名の資料においては、規模500人以上の事業所の抽出率が1分の1となっており、これは全数調査という意味ですけど、継続して指定され、対象事業所からも苦情が来ているが、継続指定を避けることができないかという都道府県からの質問に対して、今回から全数調査をしなくても制度が確保できる東京都の一部の産業で、標本調査としたとの回答が担当係の見解として記載されております。客観的に記載されております。いずれにしても引き続き特別監察委員会においてより独立性を高めた形で厳正に検証作業を進めていきたいと思っております。東徹君。報告書にもありますように、都道府県のですね、担当者の負担を、考慮したからだと、いうふうになるわけですけれども、これ、東京都が調査結果をですね、まとめたものが、2月6日、昨日でありますけれども、出ました。で、これにはですね、今回の調査結果からは、東京都が、毎月勤労統計調査の調査方法について、大規模事業所の調査を全数調査から抽出所に変更することを国に要望した事実は確認できなかったとあるんですよ。だいたいね、じゃあどういうことなんですかということなんですけど、大臣、これ、この、東京都の調査結果を見てですね、どう思われますか。根本厚生労働大臣。今申し上げましたが、先ほどの質疑応答資料集などを根拠に、都道府県担当者から要望、都道府県担当者からの要望を理由の一つとして挙げているのは事実でありますが、東京都の今回の中間まとめにおいて、都から厚生労働省に要望している事実は確認できなかったとされております。この点については、特別委員会の報告書にはそういう記述がありますけど、ここが事実誤認があったかということについては、私は今特別監察委員会において国会審議等におけるご議論も踏まえ、引き続き厳正な検証作業を行っていただいているところであって、東京都の中間まとめも踏まえながら特別監察委員会でしっかりと議論をしていただきたいと思っております。
東徹君、まあ、非常に答弁が分かりにくいんですけども、まあ、要は東京都はですね、そういった要望した事実はなかったというふうに言ってるんです。でこれ監察委員会はきちんとこれ東京都の方にも聞きにヒアリングしに行くんですか。根本厚生労働大臣。今特別監察委員会でヒアリングをしていただいておりますが、関係自治体東京都、神奈川県、愛知県、大阪府にも直接ヒアリングを実施していただいたと聞いております。東徹君、まあ、ぜひなぜですね、どういう意図でどういう目的で、まあ、こうなったかというのを、まあ、しっかりとですね、やっぱり解明していただきたいと思います。で、もう一点ですね、この調査方法だけにとどまらず問題はですね、まあ、国民に支払うべき、まあ、お金がですね、まあ、払われてなかった、まあ、雇用保険等ですけれども、まあ、これが、まあ、過少寄付だったというわけですけれども、まあ、その額、まあ、564億円でありますけれども、そのための、まあ、システム改修費などの事務経費、これはいくらですか。根本厚生労働大臣。事務経費195億円ですが、事務費の財源としては今般の追加給付に要する事務費については労働保険特別会計で予算額を計上しているところであり、労働保険料を財源としております。東徹君。委員長、労働保険から支払うということは、労働保険というのは、まあ、労使が払っているお金ですから、まあ、要するに国民から、まあ、いただいているお金でもってですね、これ事務経費を使うというのはこれとんでもないと思うんですね。これ本来こういった不祥事問題が起こらなかったら、こういった事務経費というのはいらなかったはずなんですよ。それを、ね、自分たちの厚生労働職員がやったこの不祥事を国民からいただいているお金から、ね、支払うというのはこれおかしいんじゃないですか。根本厚生労働大臣。今回の追加給付については雇用保険等の給付、雇用保険等の給付であります。そしてその意味で追加給付に要する事務費の財源については複数年度をかけて労働保険特別会計における規定の事務費の削減、具体的には優先度の低いシステム改修経費の削減や手続きの合理化による人件費の削減などによって確保していくこととしております。こういう取り組みによって被保険者などの負担する保険料の将来的な上昇につながれない、つながらないようにしてまいりたいと思います。委員長。東徹君。まあ、これは安倍総理にお聞きしたいと思いますけれども、これ本来ですね、事務経費、ね、かからなくて済んだお金を、まあ、こういった厚生労働省の職員の不祥事によって、まあ、こういった事態になって195億円もお金がかかる。で今節減するとか言ってますけども、まあ、そんなのは当たり前の話であって、本来こういった問題が起こったらですよ、これ漫然と毎年毎年ですね、人事勧告通り、ね、給料を引き上げるんじゃなくて、まあ、そういったことをですね、一旦立ち止まってそういったことでもってお金を支払っていく、まあ、そういった考えというのは安倍総理ないんでしょうか。安倍内閣総理大臣。まあ、先ほど、まあ、根本大臣から、まあ、答弁をさせていただいたとおりでございますが、まあ、今般の追加給付に要する、まあ、事務費については、まあ、これにより、被保険者等の負担する保険料の上昇につながらないようですね、所要の財源について複数年度をかけて、規定の事務費や人件費の削減を行うことにより確保しようとしております。詳細については大臣から答弁させていただきます。大臣どちら。はい、根本厚生労働大臣。先ほどもご答弁申し上げましたが、事務費の財源、これについては複数年度をかけて規定の事務費の削減によって確保していくこととしております。でこうした取り組みによって被保険者の負担する保険料の将来的な上昇につながらないように、
っかり対応していきたいと思っております。東徹君。こういった不祥事問題をね、国民から与えているお金でもって賄うというのは本来間違っていると思うんですね。で、やっぱり漫然とですね、国家公務員の給料を引き上げるんじゃなくて、一旦立ち止まるということもですね、非常に大事だと思いますので、ぜひこういったことをですね、指摘をさせていただきたいと思います。で、続いてですね、厚労省の、ちょっとこれパネル見ていただきたいんですけど、厚労省、これ消えた年金問題から、ジードの不正入札、それからマイナンバーに関する収賄事件で、裁量労働制の不適切なデータ処理、毎年のようにですね、こういった不祥事問題が続いてるんですよ。で、これ本当にですね、やっぱり厚生労働省としてのやっぱり組織、厚生労働省の改革、組織の改革、こういったことをやっぱりやらなきゃいけないと思いますよ。全くですね、省庁が大きすぎて、ガバナンスが効いてない。厚生労働省の組織をですね、私はこれ改革していくべきだというふうに思います。で、こういったことは、やはり安倍総理しかできないと思ってまして、厚労省のですね、分割とか、そういった幹部職員の入れ替え、そういったことも含めてですね、どうすれば良くなるのかですね、ぜひ具体的にお考えをお聞きしたいと思います。安倍内閣総理大臣。厚生労働省はですね、保険料や介護や福祉、あるいは、年金、子育て、労働といったですね、非常に広範な国民生活に密着した政策を担当しております。ある意味では、私たちにとって最も身近なお役所といってもいいんだろうと思いますが、厚生労働行政は国民生活に直結する分ですね、誤りが起こった場合には、影響は重大でありますし、国民の皆様の生活、給付等に影響、直接影響してくるわけであります。厚生労働省では昨年の裁量労働制データに関する問題など、重大な事案が生じているのは事実でありますが、問題に対して原因背景を明らかにする上で、一つずつですね、再発防止を徹底し、組織として取り組んでいく必要があります。今回の事案についてはまずは特別監察委員会において本質的な課題は何か、しっかりと検証していただきたいと思います。そして厚生労働大臣にはですね、検証結果を踏まえて自らが担う行政の重みに対応して、しっかりとしたガバナンスを有する組織を確立してもらいたいと、このように考えております。東徹君。厚生労働省改革をやりますということを前ね、おっしゃっておられました。で、私はですね、やっぱり組織をやっぱり変えていかなかったら、やっぱりこういった問題というのはですね、やっぱりなかなか減らないというふうに思います。ゼロにはなかなか、難しいかもしれませんけども、ぜひですね、分割も含めてですね、やっぱり検討をしていただきたいと思います。で、続いて、公務員のですね、これも不祥事問題として、昨年出た障害者の雇用のですね、水増し問題、障害者ではないのに障害者だとして雇用しているということを全省庁にまたがってやっているということがですね、出ました。で、この基準を満たしていないということが分かりましたけれども、この何人不足していたのか、まずお聞きしたいと思います。根本厚生労働大臣。平成30年 6月1日現在でご指摘の、国の行政機関が法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者数は3875人であります。東徹君。じゃあ、この3875人どうやってですね、不足を補っていくのかお聞きしたいと思います。根本厚生労働大臣。法定雇用率を達成していない不祥、これについては平成31年末までの障害者採用計画を策定し、その実現に向けた取り組みを推進しています。厚生労働省としては各不祥の採用計画が着実に進捗するよう、次の取り組みによって各府省の取り組みを最大限支援してまいります。一つは、例えば障害者雇用に精通したアドバイザーの選任による
各府省が専門的な助言を受けることができる体制の整備、ハローワークにおける積極的な職業紹介、このほか任用面での対応としては、選考試験の枠組みを利用して人事院が能力実証等の一部を統一的に行う障害者を対象とした選考試験を導入いたしました。約4000人の障害者を平成31年末までに採用することは容易ではなく、相当な困難を伴う面もありますが、まずは関係法令に沿って取り組みを開始し、進捗状況や課題について関係閣僚会議などでフォローアップしながら政府一丸となって取り組んでいきたいと考えます。東徹君。委員長、これ定員の数がですね、国家公務員の定員の数がこれ増えていくことになるんじゃないですか。これ宮越大臣にお聞きしたいと思います。宮越担当大臣。お答えいたします。国の行政機関は民間の事業主に対しまして率先して障害者を雇用すべき立場にありながら、このような事態となったことは誠に遺憾であります。障害者雇用を促進するための定員につきましては、各府省が策定した採用計画に基づき、常勤職員として採用するために必要となる定員として平成30年度380人、平成31年度807人の要求をいただきました。で、公務部門における障害者雇用に関する基本方針におきまして、必要となる定員については適切に措置することとされたことを受け、障害者の方々に安定的な雇用環境を提供する観点から要求どおり認めることとしたものであります。委員長。東徹君。簡単にね、定員増やしたらいいというもんじゃないですよ。それは障害者の方をですね、雇用するのは大事なことです。でも、雇用を増やすんだったら、どこかでですね、それをやりくりしていく、採用を減らすとかですね、そういったことをですね、ぜひやるべきだと思います。で、これ民間企業だったらですね、障害者の法定雇用数満たしてなければ、どのような罰則があるのかお聞きしたいと思います。根本大臣。根本厚生労働大臣。障害者雇用納付金制度というのがあります。この障害者雇用納付金制度というのは、法定雇用率が未達成の事業主から納付金を徴収し、達成している事業主に調整金や報奨金を支給する仕組みとなっています。なお、この納付金制度、これは制裁的な措置ではなく、事業主間の障害者雇用に伴う経済的な負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対し助成援助を行うことで、雇用の促進と職業の安定を図るための制度であります。東徹君。これですね、根本大臣、民間企業が、これね、一人不足してたら年間60万円の納付金、これを納めないといけないですよね。で、これをもし赤字、企業が赤字だったらどうなるんですか。根本厚生労働大臣。はい、納付金制度の機能については先ほど申し上げたとおりであります。その意味では赤字企業であっても、この納付金は納入しないといけないという、こういうことであります。東徹君。これね、民間に対してはものすごい厳しい制度なんですよ、ね、企業が赤字であっても一人当たり年間60万円の納付金、要するに罰則金みたいなものを払わないといけないわけですよ。もうそれだけ厳しいことをですね、民間には課してるわけです、ね、だからこれはやっぱりね、国としてやっぱり私はやるべきことは、まず本来は国の役割は罰則のある民間企業に対して、まずは国全体で民間の障害者雇用が進むようにですね、仕事をやっぱ発注していくべきだと思うんですね。これ安倍総理にぜひお聞きしたいと思います。国がやるべきことは、民間はね、なかなか障害者雇用大変ですよ。
障害者雇用するの大変なんです。だから国は簡単に採用するんじゃなくて、まずはですね、民間に対して、障害者雇用の仕事を発注していく、まあ、こういったことをやるべきと思いますが、安倍総理にお聞きしたいと思います。はい、根本厚生労働大臣。事業主は社会的連帯の理念に基づいて、障害者の職業的自立の努力に協力して、適当な雇用の機会を与える責務があって、障害者雇用制度は、事業主に障害者を自ら一定割合以上に雇用することを義務付けることによって、障害者のノーマライゼーションを推進することを目的としています。国あるいは自治体も、就労支援施設に発注する、これは国も自治体も今、努力をしております。その意味で、国や自治体も、この就労支援施設で発注を増やす、こういうことも努力していきたいと思います。東徹君。委員長。まあ、こういったことは厚生労働省だけでできることではないと思います。で、まあ、ぜひですね、これ、安倍総理にぜひお願いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。先ほどのご質問なんですが、いわばそういう努力をしている企業に対して、国は公共事業等で発注せよという、そういうご質問でございますので、それちょっと質問通告、ちょっとございませんでしたので、でこれ、調べてですね、後ほど調べて、どういう状況になっているか、ご報告をさせていただきたいと、このように思います。まあ、そうしたさまざまなですね、まあ、支援、その努力をしている民間企業に対してどう対応していくか。ということも一つの課題だろうと、こう思います。障害がある方も、難病に悩む方もですね、すべての方々が活躍できる一億総活躍社会を作っていくというのが国の方針でございますので、そういう観点から、さまざまな政策を推進していきたいと思っております。東徹君。では、続いて、次の質問に移らせていただきたいと思います。参議院の議員定数6増のことについてであります。昨年の通常国会で、議員定数削減の大きな流れにですね、反する中で、国会議員、参議院はですね、定数を6増やすという、これ自民党と公明党のですね、賛成によって成立をいたしました。これ地方議会では議員定数、減らしたところ、どれだけあるのか、まずお聞きしたいと思います。石田総務大臣。東議員にお答えをさせていただきたいと思います。総務省が行いました地方議会議員の定数に関する調査結果によりますと、平成24年4月1日現時点と、平成28年4月1日時点との比較におきまして、条例定数が増加していた地方公共団体は、埼玉県所沢市の1団体でございます。ただ、所沢市につきましては、条例改正の際の不足において、当分の間、定数を抑制することとされております。他方、条例定数が減少していた地方公共団体は、都道府県では16団体、市区町村では603団体となっております。なお、この調査以降のですね、定数の状況について、網羅的に把握しているわけではございませんが、都道府県について、県広報によりますと、三重県議会におきまして、51人から45人に減らした議員定数について、昨年3月に45人から51人に増やす条例改正が行われております。また、熊本県議会におきましては、49人から48人に減らした議員定数について、昨年3月に48人から49人に増やす条例改正が行われております。また、福岡県議会におきましても、昨年10月に86人から87人に増やす条例改正がそれぞれ行われたと承知いたしております。委員長。東徹君。24年4月1日と28年4月1日で、比較すると、都道府県では16団体が削減していると。で、市町村では603団体。
もうこれだけですね、議員定数をやっぱり削減してきてるんですよ。で、国はですね、参議院はですよ、人口が今減少してきてるのに、で、少子高齢化、人口減少、ね、財政状況も非常に厳しいという中で、議員定数6増増やすというのはね、これもう本当とんでもない話で、もうこれだけはですね、私は本当に許せなかったですね。で、これ議員定数、安倍総理はこれね、賛成されたんですか？賛成したんだったら、なんで賛成したのかお聞きしたいと思います。安倍内閣総理大臣。この質問にお答えをする前に、先ほどのご質問の中でございました、障害者を雇用する、努力をしている企業に対しての発注と、国等の発注法、調べたところですね、25年度から障害者優先調達法が施行されておりまして、その中で対応しているものと思います。ただいまのご質問でございますが、先の国会で成立をした参議院の選挙制度改革については、参議院特有の事情も踏まえて、投票価値の平等とともに、都道府県の単位がどれぐらい尊重されるべきかという点も含めて、各党、各会派による検討がなされ、結論が出されたものであると承知をしております。また、付帯決議として、この定員増に伴う参議院全体の経費の増大を生じないよう、しっかりとその節減に取り組んでいくという参議院としての決意が示されたものと承知をしております。そこで私がですね、賛成したかどうかということでございますが、基本的には私、この行政府の長として立っておりますので、確かに国会議員の一員でございますから、立法府の一員ではございますが、答弁を控えさせていただきたいと思いますが、あえて一言申し上げるならば、参議院における議論の状況を踏まえ、総合的な判断として、一議員として賛成票を投じさせていただいたところでございます。東徹君。これね、議員定数6増、なんで6増したか、分かりますか、安倍総理。内閣総理に私がですね、賛成をいたしました理由として、参議院における議論の状況を踏まえて、総合的な判断をさせていただいたと、こういうことでございまして、まさにそういうご議論が参議院で行われて、このなぜ6増するかということについてのご議論が行われた結果を私は尊重したということでございます。東徹君。これはね、自民党が強引にこの法案をですね、推し進めて、で、公明党等によって成立したという、定数6増法案です。で、これはですね、なんでこれ増やさなかったのかというと、島根県と鳥取県が高知県と徳島県、この合区によってね、議員が溢れた。で、その溢れた議員を救済するためにですよ。救済するために6増増やしたんじゃないですか。安倍総理。ね。これ国会議員という身分がですね、既得権になってますよ。で、その人たちをね、救済する、身分保障する、そのためのですね、これ議員定数6増法案ですよ。違いますか。安倍内閣総理大臣。これ、私はこの法案について、これ、議員立法でございますし、参議院でお決めになったことでございますから、ご説明する立場にはございませんが、しかし、あえて強いご指摘でございますので、ここで申し上げますと、まず、この合区対象権を拡大せずに、選挙区の格差拡大を抑制するものとしてですね、定数を2人増やし、埼玉選挙区に配分をしたと、こういうことだと承知をしております。また、人口減少権の民意を国政に届けることを求める声も高まっているということでですね、議論において、我が党の議員がこう主張していたというふうに承知をしております。東徹君。以上。全然違いますよ。埼玉はね、それはもう一票の格差を是正するために増やしたんだったら、ね、比例区を減らせばいいわけですよ。何も増やす必要なんて全くありません。で、それ以外にも、私はね、これ今、本当に国は行政改革、全然やろうとしない。やろうとしないのはなんでかというと、国会改革ができてないどころか、国会改革が後退してるからですよ、これ。定数6増みたいに、議員定数を増やすような。そういったことをやってるかですね、いつまでたっても行革も進まないんですよ。これ国会議員の本当に優遇、厚遇、
まあ、この間も議員定数6増のためにですよ、ね、あの部屋を3部屋増やすために、その改修費が1億8000万ですよ。とんでもない。そんなことをですね、堂々と平気でやってる。それから、月100万円の領収書、あの、いらない、これ文通費、これだってですね、何使ってもいい。こんなものもおかしい。で、委員会の委員長の手当、年に2回、4分しか開かれない委員会もあるんです。その委員長に、なんとですよ、年間112万8千円、支払われてるんですよ。こういった改革、まあ、やるべきだと思いますが、安倍総理、ぜひね、これ、あの、自民党総裁として、まあ、こういった国会の改革やるべきと思いませんか。安倍内閣総理大臣。国民の皆様に、さまざまな、まあ、ご負担を求める以上ですね、我々政治家も常に自らを顧みる必要があることは当然であろうと思っております。我々政治家は政策を実現するために、まあ、真摯な努力を続け、国民の負託に応えていかなければなりません。まあ、日本維新の会がですね、そうした観点から具体的な提案を、まあ、国会の場にしておられることについては、まあ、敬意を表したいというふうに思います。その上で、政治に要するこの費用の問題は、議会政治や議員活動のあり方、そしてすなわち民主主義の根幹に関わる重要な問題であることから、国会において国民の代表たる国会議員が真摯な議論を通じてですね、合意を得る努力を重ねていかなければならないと、このように考えております。東徹君。あの、国会改革、本当にあの、今、あの、自らを振り返りということを言いましたけども、全然自らをですね、まあ、顧みてですね、で、何かやっぱりね、まあ、無駄をなくしていこうとか、やっぱりそういったね、改革一向にやらないですよ。これ自民党がやっぱり過半数あるんだから、ぜひね、やっぱりこれね、進めていっていただきたいと思います。で、あの、歳費だけをね、歳費だけ減らして、まあ、その議員の定数増やした分だけの歳費をだけ減らしたという、そういうもんじゃないんですよ。そういうもんじゃないんです。議員定数を減らすことによって、自分たちの身を切る改革をすることによって、行政改革が進むんですよ。もうぜひですね、やっていただきたいと思います。これ今、国家公務員どんだけ増えてるかですね、見てください。減少傾向にあった国家公務員の数がですね、今増えてるんですよ。これ、あの、宮越大臣、どれぐらい増えてるかお聞きしたいと思います。宮越担当大臣。国家公務員の定員につきましては、国の行政機関の機構定員管理に関する方針に基づきまして、毎年 2%、 5年で 10% 以上の合理化を行う一方で、内閣の重要政策への対応には重点的に増員を措置し、戦略的な定員配置を実現することとしております。第二次安倍政権発足以降、こうした方針のもと、平成29年度までは純減を続けてきたところであります。また平成30年度と31年度におきましても、特別な要因を除いた通常ベースの定員につきましては、緊急重点分野であるCIQ 海上保安の体制への増員を含めましても順延を維持しております。30年度が436人、31年度が73人の順延であります。他方、特別な要因といたしまして、災害からの復旧復興や東京オリンピック・パラリンピックの準備対応のように、一定期間に限って臨時的一時的に措置される時限定員や、育児や介護等の制約を抱える職員が安心して産前産後休暇や介護休暇を取得できるよう、ワークライフバランスの確保を政策的に推進するために例外的に措置する定員といったものが挙げられ、これらを勘案した結果、全体として増員と純増となったものであります。東徹君。安倍総理、これね、国家公務員どんどん増えていってますよ。やるべきことがあるからといって増やしていったら、これね、止めどなくね、増えていきますよ。どっかでやっぱりやりくりするという、やっぱりそういった行政改革大事ですよ、安倍総理。ぜひですね、これ、あの、進めるべきというふうに考えますが、ぜひご答弁いただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。まあ、現下の厳しい状況、財政状況に鑑みですね、不断に、まあ、業務の見直しを行っていくことは、不可欠であると、まあ、認識をしておりまして、今後もですね、国の行政機関の機構、
定員管理に関する方針に基づき、毎年 2%、5年で 10% 以上の合理化を行う方針は堅持しています。他方、社会経済情勢の変化が激しい中、内外の新たな行政課題に機動的、戦略的に対応するための体制を整えていくことも行政の重要な責務であります。こうした考え方のもと、今後も厳正な定員管理を行っていくとともに、内閣の重要政策には迅速かつ柔軟に対応できるよう、戦略的な定員配置に努めてまいりたいと、こう思います。これまでの取り組みを踏まえながら、国家公務員の総人件費に関する基本方針に基づいて、職員構成の高齢化等に伴う構造的な人件費の増加を抑制するとともに、簡素で効率的な行政組織体制を確立をしてまいりたいと思います。東徹君。厳正な定員管理と言いながら、ね、実際はこの定数がですね、2160人も増えてるんですよ。増えてるんです。で、定数管理やると言いながら増えてます。で、国家公務員の人件費だって、これ先ほどパネルがあるんですが、これ見ていただいたら分かるように、国家公務員の人件費だってどんどんと今毎年人事勧告通りですね、出していって、合計で2930億円増えてますよ、ね、やっぱりそうやって今消費税を上げようとしてるわけでしょ。安倍総理は上げようとしてる中で、ね、国家公務員の数は増えてるわ、人件費はどんどん増えてるわ。やっぱりね、やっぱそういった行政改革全くできてません。で、これさらにですね、定年延長を65歳までにすることによって、さらにこれ、定員が増えるんじゃないですか、宮越大臣。宮越担当大臣。この、平均寿命の伸長、あるいは少子高齢化の進展を踏まえますと、公務において培った知識、技術、経験等が豊富な高齢期の職員の最大限の活用を目指すことは、人的資源の有効活用、あるいは複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から合理的であり、重要な意義を有するというふうに考えております。で、昨年8月に人事院から、国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げることが必要とする意見の申し出がなされました。定年の引き上げと定員の関係、定員の関係につきましては、その意見の申し出において定員が一定であれば、その翌年度の新規採用数が大幅に減少するとの指摘がなされております。で、このような事態を緩和するために、定年の引き上げ期間中も真に必要な規模の新規採用を、計画的に継続していくことができるような措置を適切に講ずることの必要性について人事院からも指摘をいただいております。いずれにしましても、各方面からさまざまなご意見を伺いながら検討を重ねてまいりたいというふうに考えております。東徹君。国家公務員の定年をですね、引き上げることについては、反対はいたしませんよ。それはね、65歳で働く方には、どんどん働いてもらったらいい。しかし、そこでやっぱりね、定員が増えないように、やりくりしていくということが非常に大事なことなんですよ。ぜひね、そこをやっぱりね、やっていくということを、やらなかったらダメだということをですね、ぜひ指摘をさせていただきたいと思います。これ今、全部ですね、税金で賄われてるわけですから、ね、税金で賄われてるわけですから、やっぱりそういったね、税金の使い方、しっかりとですね、考えていただきたいと思います。で、続いて消費税について伺いますけれども、安倍総理は最近、消費税を 8% 引き上げた際の反省を踏まえと言われますが、この反省とはどういうものなのか、安倍総理にお伺いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。前回の 8% への引き上げの際にですね、この対中財を中心に大きな書き込み需要と反動減が生じました。その後の回復にも遅れが見られるなど、結果として見れば需要変動に対する対策が必ずしも十分ではなかったというのが反省点であります。今回の消費税率 10% への引き上げにあたっては、前回の反省の上に、いただいた消費税をすべて還元する規模の十二分な対策を講じ、景気の回復軌道を確かなものとしていく考えであります。こうした対策の効果も勘案すると、経済の好循環がさらに進展する中で、内需を中心とした緩やかな成長が続くと見込んでおり、
来年度予算における国の税収は過去最高の62兆円を超えると見込んでおります。東徹君。安倍政権だって確かに雇用は増えてるんですけども、その一番問題、私は気にしてるのは、毎月勤労統計の問題の影響もありますけれども、可処分所得なんですね。これ、石田大臣についてお伺いしますけれども、可処分所得、リーマンショック前の2007年と2017年、比較したらどうなってますか。石田総務大臣。総務省の家計調査で2人以上の世帯のうち、勤労者世帯の1世帯当たりの可処分所得を見ますと、2007年は44万2504円、リーマンショック後の2009年は42万7912円まで落ち込み、2017年は43万4415円となっております。2007年を100とすると、2009年は96.7、そして直近の2017年は 98.2 となっております。なお、最近の2015年から2017年では、金額の水準は前年と比較して3年連続で、増加しているところであり、今後の推移を注意したいと思っております。東徹君。可処分所得についてはですね、リーマンショック前の、2007年そして直近の2017年比較すると、ね、44万2504円から43万4415円とまだ減ってるんですよ。少ないんです。で、これ2007年を100とすると2017年で 98.2、ね、こんな中で今消費税を引き上げようとしてるんです。これ国民負担率だってそうですよ。これ消費税 10% に上げた場合、国民負担率どの程度悪化するというふうにですね、考えているのか、麻生大臣にお伺いします。麻生財務大臣。国民負担率の推移に基づいて、これ機械的に算出をいたしますと、2007年の国民負担率を100と置いた場合においては、2018年での国民負担率は111ということになろうと存じます。これご存じより国民負担率2007年度が 38.1%、2018年が 42.5 でありますので、これを割り算をいたしますと111という数字になろうと存じます。東徹君。国民負担率もですね、どん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 と上がってきてるんですよ。で、やっぱりそんな中で、やっぱり雇用は確かに増えましたけども、可処分所得は減ってる、ね、国民負担率はどんどんやっぱり上がっていく、こんな状況がやっぱり続く中でですね、本当にこれ、消費税を引き上げると、これ、国民の負担は大きくなって、個人消費が落ち込んで、結果的に全体の税収もですね、増えないということになるんではないかというふうに考えますが、安倍総理、いかがですか。安倍内閣総理大臣。消費税の引き上げについて、さまざまなご懸念について、お話をいただいたところでございます。我々もですね、そういう意味におきましては、まさに前回の 8% に引き上げた際にですね、消費が反動減等もございまして、落ち込んだということがございますので、今回、その反省をこの踏まえまして、いただいた消費税をすべてお返しをする、十二分な対策を取っているところでございまして、その中においてはですね、法律に定められているとおり、消費税を 8% から 10% に、リーマンショック級の出来事がない限り引き上げさせていただきたい。これはですね、まさに社会保障を、伸びていく社会保障費に対応すると同時にですね、少子高齢化に対応して、あるいは一億総活躍社会を進めていく上、あるいはまた人生100年時代に対応していく上において、これを幼児教育の無償化を進めていく、または来年は真に必要なですね、子どもたちの高等教育の無償化を進めていく、あるいは社会保障を充実をさせていくということをしっかりと進めていきたいと思っております。その際、例えば低年金の方々に対する給付金等も対応していく考えでございます。東徹君。国会議員の議員定数は増やすわ、で行革はやらずに、公務員の人件費はどんどん上がっていくわ。でここはですね、やっぱりね、やっぱり安倍総理としては、ここはやっぱりね、やらないといけないところだと思いますよ。ぜひですね、消費税を引き上げずに、それをですね、実現していっていただきたいと思います。で、最後に、自民党のですね、国民政治協会、もうこういった政治資金団体、もうなくすべきじゃないですか、安倍総理。
安倍内閣総理大臣。委員長、政治資金団体制度については、政党中心の政治資金体制を確立する観点から、設けられているものと、承知をしております。政治にかかる費用のあり方はですね、民主主義の費用をどのように国民が負担していくかという観点から、各党、各会派において、ご議論をいただくべきものであろうと、こう思っております。ここは基本的に私、総理大臣として立っておりますが、党においてはですね、国民、政治協会の皆様にご協力をいただいていることを大変感謝をしているというふうに聞いております。東徹君。委員長。東徹君。自民党としてね、党として、これね、お金を受け取ることができるわけですから、国民政治協会いりませんよ、安倍総理。安倍内閣総理大臣。まさにこの政治にはお金がかかるわけでございますが、それをどのように負担をしていくかということが大切なんだろうと思います。その中で大切なことはですね、やはりその資金の流れが透明であるか、どのように負担をいただいているか、あるいはまたお金によってですね、施策等がねじ曲げられてはならないわけでございます。そういう中において、自民党としては、国民政治協会という形を通じて、多くの方々からご支援をいただいているというふうに承知をしております。東徹君。これ政官業の癒着そのものに、ね、見えるんですよ。で、自民党として堂々としてもらえばいいのに、国民政治協会という、ね、こう まやかしの、団体を作って、そこからです、ね、企業にもらうという、もうこれはです、ね、やっぱりね、こういう古い政治はもうぜひ、ね、やめていただきたいと思います。時間がまいりましたので、これにて質問を終わらせてください。ありがとうございました。以上で東徹君の質疑は終了いたしました。